さあ食べた気分いただいてきました。まあ普通にキッチンうどんの方にしときましたけどね、早くご飯、どうしようかなと思って、まあ言うて食べ歩いてますからね、なんやかんや食べてますからね。それで今京都に行ってもう一星あるはずですからね。よし、いやーよかったよかった。で高速バスの乗り場なんかもあるよね、こっちの方から、一応高速バスの方も見てきます。よし、あーなるほどな。あ、そっちが、あ、こっちもやっぱ一本筋が変わると繁華街、そりゃそうだ。で地下の方にも行けるんや。博多ラーメン、博多ココイチ、黒べこはどこって言ったらいいかわからんけど、いやいろんなもんが揃いますね、いやすごいな。すごいな、奥行っても四種盛り、何の四種盛り、ああたこ焼き、ああたこ焼きの四種盛りやろ。ちゃうちゃう餃子ってさっきも梅田の方にありました。ここも梅田か、あの何でしたっけ、北新地ね、新海地あっちの方でありましたよね。でここはあちょっと営業まだやってないのかな。サバロク、上ロクじゃなくてサバロクなんで、レゴすごい、とにかくレゴなんですね。こっちの方にもいっぱいあるな。何や、これがちょうど下なんや。すごいな、すごいな、いろいろとカオスやな。柴田一丁目なんやね。四日市市にも柴田一丁目ってありますけど、いやだいぶ差がありますね。あそこもまあまあ街中に近いんですけどね、四日市市の柴田も。これはちょっと、相手になりませんわ。すごい鯖寿司、ラーメンに鯖が、ラーメンに鯖と言ってくるの、どういうこと、鯖を押すね、鯖を押す中華なんや、よくわからん。で、あ、もうここにネットカフェのポパイもあるし、お、松坂和牛店、高そう、真っ坂ですからね。ネットカフェポパイ、ちょっと休んでてもいい感じですけどね。この中にいる鳥菌も入ってますし、これが阪急ホテルアネックス、面白いですね。新しい感じのね、現代的な建物のもうね、こんな電子広告もわーって出てる真横、もうすぐ振り向いた、こんな感じですからね。いやー楽しい街や大阪ね。北の方って本当初めて来たけど、なんかもっとあのオフィス街みたいな感じなんかなと思って、全然遊べるところもいっぱいありますね。もうちょい、もう一つ隣の建物なんか、あ、ほんまや、ここがネカフェポパイは五花門、ここはあ、さてまたや、値段がオリアナ書いてない感じか、まあでもまあまあいい値段するでしょうね。弥生軒もあるし、チェーン店もやっぱ一通り当たり前だけど揃ってますよね。なんて言ったらこの効果がすごいですよね。すごいな、やっぱ9000来てますからね。ここはその9000に分岐したりどうのこうのしたりしてるところだと思いますけど、やっぱし幅がすごいですね。あ、こっちにもいっぱいある。あ、このガード下感すごいですね。水芸
かのす。おお。あ、でもそこまで高くない。おお、あ、一人焼肉用のこんな定食あるんや。1380円で。180g 1380円でいろいろ食べれるっていう。もういいんじゃないですか、これ一人焼肉として。へえ。チェンテラの感じじゃないところがまた。あ、何これ、うどんセットで580円。うまそう。うわー、マグロ丼ね。あ、でも安い。290円ですもんね。きつねうどんで380円。あ、でもさっきのところも安いか、360円ですもんね。よし。へぇ。阪急かっぱ横丁と。グルメカリー。あ、ピッコロって聞いたことある。おお、ここも1100円か。ここ1100円。でも相当なんか美味しそうですよね。わあ、ここも控えとこう。他どこもうまそうやね。これは。これはダメだ。もう一回だけでは食べきれやんな。相当こやなきませんね。いやいやいや、するから。あ、ここは一方通行やんね。え、これはさすがに一方通行やんな。そりゃそうや、うん。で、茶屋町はアルコっていうのは多分アルコとかにかけてるのかな。で、ここは何なの、これ、ね、こんな混んどんの。麻婆豆腐、お、すごい。うわぁ、寿司、鮭、スタンド。あ、ここは立ち食いね。あ、ちなみにさっきのところね、あの立ち食いじゃないんですね、ええ、まあいわゆるあのバーカウンターのような椅子ですけど、うん。で、あの、一応座って食べれるんで、へぇって、あ、立ち食いじゃないんやって言ってね、串焼きかっしーわって。あたかも、なんか、それっぽい外国っぽく言ってますけど、かしわですよね。多分焼き鳥なんですよね。すごいな。いろいろあるな。すごいな。営業時間も、もう通常に戻ってますね。いやいや、見応え十分です。阪急は入り混じってますね、右側、左側が。うん、まだフードホールがあるんやな。ああ、すごい、ギャザーの店がある。あの感じは多分公認取っとるギャザーの店っぽいな。あ、実は遊戯王とかいろいろあるじゃないですかね、トレーディングカードで。あの、ダントツ一番で公認取りにくいのがギャザーですからね、うん、ギャザーの公認取るのは本当大変、うん、だいたいもうギャザーの公認取っとるとか、ギャザーの専門店にしてるところも多いのかなって感じがしますけど、どうなんでしょう、ヤバトンが入っとるんや。ここまで来てヤマトン食うのなんてか、もう十分食ったかな。へえ、1ポンドステーキ、いいなあ。あ、ここはフードコートなんや。ああ、おお、とどとどラーメン780円とか。やっぱちょっとフードコートの中に入るんで、ちょっと値段するけど。あ、わらじとんかつよ、ヤバトンかよ。あ、でも結構こっちに来るとちょっと空いてますね。矢場町で食うよりこっちで食った方が早く食えるかもしれん。あ、そ、昼間の矢場町の矢場町の本店の矢場町は行列えぐいですから、2時間待ちとかって言われたら1時間半かけてこっちに来た方が、新幹線やったら1時間ぐらいで来れるから、こっちに食った方が早いかもしれませんよ。39分。いや、すごいな。そうか、普通に考えたら3時15分やから全然
お昼時でも夕飯時でもないのに、やっぱ人来なきゃいますもんね。わ、こっちもいっぱいある。へー、タッパ横じゃすごいな。ああ、こっちもこっちはおでんとか。へー、いやいや、食べれるもん、いろいろあるな。お好み焼きもあるし、ハンバーグセット980円とか、美味しそう。美味しそうじゃないか。こっちはどっち、フードコートなんでね、やはり地元の人向けの感じのところが多いですよね。ここはうわ、ちょっと1280円、まあちょっとお値段しますけど、これは本格的なイタリアンパスタが食える感じか。ペスカってイタリアの地方名でしたっけ。ペスカトーレなんて言いますすもんね。あ、やーべえ、え、これでまだ半分なの。いや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 、大阪うまそうな店多すぎるわこれ。私まだ南も全然潰せてないのに。いやー、梅田の実力すごいですね。綺麗だし、ね、よくわからんけどなんか綺麗になってますね。すごいな、三鷹茶屋このあたりも日光の800円とか。まあ地下街のね、食べるところということもあって、ワンコインというよりはね、あの予算1000円以内でちょっと美味しいもの食べようかっていう感じの店が多い感じですね。うん、いや気になる店多いな。横綱は、横綱は四日市でも食えますね。あれやけど、ここは三丸区じゃない。あ、三丸区ね、やっぱし三丸区もね、金鉄で食えますからね、うん、香りがやっぱ三丸区のカレーの香りって分かりますよね。三丸区って頑固寿司、780円から回らないお寿司屋でも、やっぱしちょっとお値段あれですね。うなぎはやっぱさ、でも特上すげえな。江戸川、江戸川ってことは、とあ、わざわざ書いてますね、東京風ってなってますね。ってことはここは背切りなんかな。あ、本当だ、背開きって書いてあるわ。東京風ってことはふっくら仕上げなんでしたっけ。蒸し焼きなんですよ。蒸し焼くですね。へえ。あ、実はうなぎは三重県は完全に西なんですよね。あの通のうなぎが有名ですけど、もういわゆるパリパリ焼きが多いですからね。ほぼほぼそうじゃないかな。少なくとも私がよく行くとかね、牛松さんとかあるんですけどね、桑名のね、そうそうそう、あそこなんかはもう典型的な腹開きで、まあ、4000円ぐらいやっぱしますけどね、美味しいっすよあそこも。さすがにちょっと私のお財布事情がというか、東京府ね、大阪に来てね、まあ多分大阪の人がね、あ、東京風もたまにはええんちゃうかって来るにはね、あれなんでしょうけど。なんか街の港、ああ、大気水産って私がいたも河内長野でお世話になっている、河内長野でお世話になっているのに、いつもなんか穴子寿司とかばっかし買って、結局マグロ食ってない、あの大気水産。おお、あ、めっちゃ混んどる、うわ、美味しそう。あ、イートインなんかもやってんだ。あ、でもすごい人だわ。あ、弁当も600円とかで安いしな。よし、あ、モルゾフもあるわ、土産物というかね、ちょっとね、親戚のお家に行くときにはモルゾフなんてね、
あら、和菓子も美味しい。あ、そうだ、京都で和菓子買ったのもあるな。これはやるな。ここはお寿司屋さん。ちょっと値段しますけど、マグロ3枚1000円とか。でもそういうのとかいいね。チラシ1000円とかね。いや、美味しいお寿司屋さんとやれになってますね、ちゃんと。へえ。チラシに1200円とかね。ちょっと贅沢してやりたいとき。ちょっとじゃないかな。もうちょっと一歩半ぐらい贅沢しようかなというときに良さそうですね。でもね、なんだか。全然。なんて言ったらクオリティの穴がないよな。だいたいこんだけ店が入っとったらどっか一つぐらいはここはどうなんやろなって店があるもんですけど、本当どこも美味しそう。あれ KYK は、まあ、KYK は四日市でも食えますからね。そうそう、とんかつ KYK ね。栗ご飯なんてやってんだ今。ああそうや、 KYK ももともと西の方なんでしたっけ。まあ近鉄百貨店に入ってるってことはそういうことでしょうね。蒸しベジ、うわぁ、なんだ、すごい。へぇ、16国米とか、ヘルシーな店も入ってるんだ、すごいな。待って、まだこっちの筋があるんだ、なんだこれ。フカヒレとかもあるし、何これ、バイラン焼きそば、焼き、え、何、横浜なんだ。へぇ、パスタ、パスタでパスタ、うん、パスタなんでしょうね、パスタオブパスタ、うん、すごい。スパゲッティ、スパゲッティね。これちょっと結構ボリュームありそうですね。パスタでパスタ、神戸ニンニク屋なんだ。へぇ、シルクリーム、あー美味しそうな、やっぱりうまそうやん。やばい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 。歩き回ったけどさすがにヘッドコやんな。ここはブブテイ、あ、明石焼き。まあここは普通に明石焼きって言ってるんですね。どっからどうなってね、すごい人が多すぎと。あ、すごい餃子とか胡椒物とか売ってるのかな。おー、すごい。あ、ほらこっちに戻ってきた感じか。あー、いや、ほんと見応え、見るったい抜群。あ、その辺りも古書店とかいろいろそういうのが揃ってんだ。あ、さっき通った筋、これ、あ、さっき通った筋だ。そうだ、グルメ会じゃなかったんだ。歩き疲れてきた。電車で帰る、帰、まだ帰る時間じゃないけど、うん、とりあえずぶらりと京都の方向かってきましょうか。で、まだメインディッシュこの辺りなんですよ。阪急来ました。さあ、せっかくですから改札くぐってきましょう。チャージは済んだったよな。済んだ済んだ、大丈夫。